はい、安井です。今回はね、アンテナパイプです。なんでってね、このアンテナパイプがね、なくなっちゃったのよ。まあ、それで、強小じゃないんだけどね、タミヤの蛍光カラーアンテナパイプね、どんなもんかっていうと、こんなもんなんですけどね。こういうね、紫と、オレンジとイエローとピンクの4色ですね。まあそうなんです。昔はね、オフロード走ると凹凸があってね、自分の車が分かんなかったの。そのためにこういってね、アンテナを立ててね、自分の車が今どこを走っているのかっていうのをね、知らせるっていう役目もあったんです。だからね、こんな長いんですよ。でもね、まあ今のアンテナにも使えるんでね、こういった感じでね、まあこういった感じで使えるんでね、昔の、昭和を懐かしむ人にはね、このアンテナパイプはいいと思いますよ。まあ色はね、あと3色あるんでね、好きな色を選んでね、こう立ててみてはどうでしょうか。ということで、今回はこれで終了します。安井でした。さようなら。